申し訳ます、キング。今日やる料理は、もうね、だいぶね、寒くなってきちゃったんで、もうね、この間のね、動画でちょっと使ったこの、かぼちゃがね、余ってたんで、これでひらめきました。ちょっとね、もう簡単に、もう超簡単、ほうとう風の味噌煮込みうどん、やってみたいと思います。調理スタート。はい、まずね、だしの準備ね、まず、まあ、今日もね、フライパン使っちゃ、やっちゃいますけど、まずね、ちょっとね、煮込むことを考えて、ちょっと多めにね、水をね、まあ、600cc。はい、まず水を 600cc 入れました。はい、まず味噌ね。味噌ね、これね、もう大体 70g ぐらいかな。とりあえずこれで様子見ますね。よいしょ。はい、そしたらね、今日はね、これね、本だし。本だしをね、小さじ1杯。小さじ1杯入れます。じゃん。よし、これで出汁の完成でーす。よし、あとはね、どんどんね、まあ、好きな素材を入れていくだけでいいです。今日はね、ちょっとね、秋っぽくなんか、舞茸とかね、えのきとか買ってきました。あとね、ちょっとまあ、豚肉ちゃんね。はい。じゃあ、とりあえず、かぼちゃ、主役、かぼちゃ。ちょっとこんな感じでね。よいしょ。よいしょ。ちょっと大きめにカットして、存在感あるようにね、かぼちゃは。こんな感じでいいかな。とりあえずかぼちゃ入れます。かぼちゃ入れます。じゃん。はい、かぼちゃだけね、5、6分煮ましたね。でね、こう爪楊枝でね、ちょっとスーッと通るくらいになったら、時間差で今度他の素材どんどん入れていきます。じゃあまずね、豚肉ちゃんね。豚肉ちゃん、はいはい、豚肉ちゃん 80g 入りました。はい、それに、はい、舞茸ね、舞茸半パック。はい、えのきも半パックね、パーン入れて、はい、玉ねぎね、玉ねぎが8分の1、1分、1個ぐらいかな。はい、入れました。で、これでさらにちょっとしばらく煮ときます。はい、他の素材をね、入れてね、沸騰させてきたら、はい、豚肉のアクが出てくるんで、これアクはきれいに取りますね。アクをきれいに取ります。はい。これでね、味が馴染むまでこれであと2、3分煮込みます。はい、じゃあね、さらにね、ぐつぐつ煮込んで、2、3分煮込んで味が染みたところで、はい、今日はね、私もこの讃岐うどん、冷凍うどん、これを使っちゃいます。よし。はい、冷凍うどんね、このまま凍ったまま入れちゃいます。はい、このままぐつぐつ、うどんが、解凍されて柔らかくなるまでまたしばらく煮ます。はい、ぐつぐつ煮込んでね、こうやってね、うどんがもう完全に冷凍のやつが溶けて、はい、しばらく煮込んで味を湿らせたら完成です。あ、完成しました。うわ、めちゃめちゃ美味しそうです。今日の簡単料理ね、まあ、ほうとう風簡単煮込みうどんの完成です。まさです。